萌え昭湾、または、リビナヤパシチとは、クリル列島のエトロフ島南部にある、複製火山。オホーツク海に面した大きなカルデラ湾が特徴。関心予初期に火山爆発指数7に達する大規模な噴火があったと、される。萌え小カルデラとも、エトロフ島には、およそ9つの清掃火山、複数の火山採設級、一つのソンマ火山が存在する。また数箇所に、 地熱地帯が見られる。燃え小湾は、幅7 9トル深さ5 5 0ルのカルデラを持つ、複製火山であり、カルデラは幅5トル最大水深5 0ルの湾口により、オホーツク海とつながっている。外林山の最高標高は5 2 8ルで、カルデラ底からの高さは約1トルとなっている。主要な噴火は、 紀元前7480プラスマイナス80年に起こった。噴火により、周辺には溶血業海岸が形成され、特殊ゲルベツ、萌え症、ベルタルベの3つの火山が全て繋がり、エトロフ島の南端となった。また、清掃火山だった先カルデラ火山は、陥没により、海底カルデラとなった。噴出したテフラの総量は170キロ立方メートルにも及ぶ。 噴火の火山爆発性指数は7とされ、これは関心よりクリル列島で起こった噴火としては最大規模とされる。火山から5 0キロメートル以内では生物の生息地は完全に死滅したと考えられている。噴火の後輩によりその影響を受けやすい針葉樹が死滅したため、この地域ではハンノキを含む白樺林が発達したのではないかとされている。 シベリア,アール帯で採取された氷床コアにより、この時期に硫酸塩濃度が上昇したことが明らかになっている。萌え昇湾の噴火に加え、フィッシャーカルデラやピナトゥボ山における同時代の大規模火山活動により、多量の硫酸塩が放出されたためではないかと考えられている。萌え昇カルデラの先カルデラ火山では、カリウム含有量が少ないソレライトマグマを噴出してきた。 他にも安山岩、玄武岩質安山岩、玄武岩、デイサイト、ピクライトといった種類の噴石が見られる。約9400年前のカルデラ噴火では、デイサイト質マグマが普通核戦石や、石英の反射と共に噴出した。萌え昭湾以外にもエトルフ島には、アトウサ竹、ユビウスダケ、ベルタルベ山、タンカン山、シイーダケ、ゴーレツトルナヤカ山群、小田宝山、 模様地だけといった火山がある。ありがとうございます。